皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。ここ2週間動画の更新ができておらず申し訳ございません。このように動画にガーミンのログ情報を載せるソフトウェアを使っていたのですが、こちらのソフトウェアが動かなくなってしまい、動画の更新ができておりませんでした。自転車だけじゃなく様々なスポーツで利用できるので本当に便利なツールでした。今回は新しいツールを見つけてきたので紹介したいと思います。最後に割引のクーポンも載せております。それではまず見つけてきたソフトウェアのショートクリップをご覧ください。いかがだったでしょうか。こちら見つけてきたソフトウェア、テレメトリーオーバーレイというソフトウェアです。スペインのベンチャー企業が開発していて、もうこちら公開してから結構な時間が経っているので安心して使えるソフトウェアだと思います。ただ無償でないので有償なので、そこが少し導入にネックになるかもしれません。今回話をしているソフトウェアですが、動画の上に各種アクティビティのログ情報をコックピットのように載せるというソフトウェアになります。通常こういうソフトウェアはまず動画を取り込んで、その後にトラック情報をソフトウェアに取り込んで、その取り込んだ動画とトラック情報の時間を合わせるという作業を行います。その後に表示項目のカスタマイズ、スピードを出すだとか、地図を出すとか、トラック情報を出すだとか、そういうカスタマイズを行います。全部カスタマイズが終了した時点で最後に動画の出力となります。それでは少しこちらガーミンのバーブエディットを見ていきたいと思います。今回問題となっているのが、この G メトリックスというところでデータで、G メトリックスのインポートというのでガーミンのログを読み込みます。その後にこの動画とログの時間を合わせたいのですが、ここでスクリプトエラーが出て、本来右側に地図が出て、この動画の位置と今走っている場所、地図を合わせて、このログが今どの時点かというのを、合わせるということが可能です。ただですね、こちらの方こう Google マップの API もうソフトウェアのエラーが出てしまっているので、こういうもうサポートされていないブラウザーということで、インターネットエクスプローラーがもうサポートどんどん終わっているので、それに関して API が動かなくなっているのかなと思います。なのでこの機能が使えないので、実質このツールは使えなくなっています。で、各種ゲージなんですけども、ここにテンプレートというのがあって、もともとこうコース情報とスピードを出すとか、こうある程度決まったテンプレートというのは準備してくれていて、こういうのをまず選んで、それぞれこのゲージの、外観ですかね、色を少し変えたりっていうのをすることができました。で、まあゲージ、こちらの方はガーミンが取っている各種情報、位置、スピードだとか、ペース、時刻、まあ、心拍数、あとまあ航空だと、各種ログのどの項目をこの動画に載せるかというのを設定することができました。それでは今回見つけてきたこのテレメトリーオーバーレイ、少し見ていこうと思います。この上にシーケンス出てますが、ビデオを取り込んで、その後テレメトリーログファイル取り込んで、各種ゲージの設定をして、でエキスポートするという手順になっています。まず今回操作したい、ファイルを取り込みます。はい、それでは今ファイルの取り込みが終わろうとしています。終わりました。そして次、ロードテレメトリーファイルということでログファイルを、インポートしていきます。こちら見てわかる通り、本当にたくさんのログをサポートしています。 GoPro、DJI ドローン、Insta360、そして GPX、そして今回使いたいガーミンの FIT ファイル、このガーミンのフィットファイルをそのまま取り込めるのは本当にいいなと思います。それではログを取り込んでいこうと思います。
こで FIT の、情報を取り込むとこの動画の上に各種情報が出てきます。でここもう地図表示が出ているので、こちらガーミンのバーベビットでできなかった地図の表示ができてます。こちらの方も少し手間はかかりそうですが、日本語表示とか、地図のフォーマットというところからカスタマイズできるようです。でここもう本当にアドゲージというのでパッと見るとたくさんの、ゲージだとかというのもあるので、ハートレート今出ているものから、それ以外の各種データをトントンと何を載せようというのを選べるようです。で、まあ、それぞれ、エディットだとかそういうものがあって、このシンクテレメトリーというので時間を調整します。こちらの方ですね、時間ログとこの動画の状態を合わせていくので、こう時間を少しずらしながらこの地図を見ながらどこにいるっていうのを合わせて、このログ情報と、動画の情報、位置の情報を合わせていきます。でそれらが終わると、最後エキスポートというところで動画の出力となります。こちらゲージの方もですね、エディットゲージで見ていくと本当に細かな設定がいっぱいあるので、まだ全然使えてないんですけども、ここら辺を見ていくとかなり自由度が高くて、いろんなことができるというのが見てわかると思います。またこちらの動画の反響を見て、必要に応じてこれらの細かな使い方も解説する動画を準備していこうかなと思います。それでは最後にこちらテレメトリーオーバーレイのダウンロード方法とクーポンの情報をお伝えしたいと思います。こちらテレメトリーオーバーレイのところからダウンロードに行きます。そして、現時点でもともと$249だったのが$149ということになってます。まあこの値段もう今まで0円でガーミンのツールを使っていたので、やはり高いかなっていうところはあります。で今回クーポンを使って、入れていくんですけども、ダウンロードで今 Windows を使っているので Windows を入れます。で E メールアドレスと、カントリー国を選んで、でここにクーポンコードを入れます。今回のクーポンコードはワンダーレビューとなります。そしてこのクーポンコードを入れてコンファーム、そうすると、今回このクーポンコードによって$25値引きされて$124で購入することができます。ここから購入の画面に進んでいってソフトウェアのライセンスを購入することができます。それでは今回はテレメトリーオーバーレイの紹介をさせていただきました。ガーミンのバーベエディット使っている人、特に YouTube やっている人、使っている人多く見かけます。これから自転車のイベントなどもあるので、本当に困っている人多いのかなと思います。この動画、皆さんの参考になれば、お助けになれば幸いです。嬉しいです。あとですね、このテレメトリーオーバーレイ、結構詳しく説明できるようにもなってきているので、もしもっと詳細な説明、日本語での詳細な説明が必要とか、もっともっと、細かなカスタマイズ方法だとかそういうものも知りたいというのなど、ご要望があればそういうのを、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、それでは今回テレメトリーオーバーレイの紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。